ミスタイムさん、こんばんは。メッセージありがとうございます。うわあ、私もね、今ね、筋トレしてきましたよ。大体ね、筋トレはそんなにね、追い込むものではないんですけども、15分ぐらいを朝昼晩っていう風にしましたね。で、炭水化物を取った後、2時間ぐらいに、経った後にね、1時間とか2時間経った後にトレーニングの時間が当てるようにして、で、タンパク質もね、しっかりプロテインで取って、それからプロテインのナッツとかね、ナッツも取るようにしましたね。で、肩をね、こうやってやることと、あと胸の筋肉ね、こうやってね、ご指導の通りにこの辺りまでグーッとやってグーッと戻すみたいなのね、寝っ転がってやるやつですね。それからローラーですね、ローラーで腹筋鍛えるやつを私は膝立ちで10回やってますね。で、伸ばしきったところでグーッとこらえてグーッと戻すみたいなことで、結構ね、心地いい腹筋が疲れています。で、あとはそうですね、スクワットですね。スクワットはダンベルを持ってやるやつをやってますね。今度その辺も動画に撮ってみようかなと思いますけども、今のところ順調にトレーニングができて、一通り、ワンセット終わるとですね、汗がじとーって出て、服ビチャーってなってね、それからエアコン効かしてるんですけども、やっぱりね、筋肉が喜ぶと汗をかきますね。で、シャワー浴びてって感じなんですけども、水分の摂取量が普段よりもだいぶ増えました。だいたいタンパク質入りで2リットル、水だけで、水かもしくはお茶かね、コーヒーでね、だいたい1リットルぐらい飲むようになったんで、1日3リットルですね。まあ、ですんで私ね、瞬間的に体重は増えてるんだろうなと思います。でも86キロオーバーしないように、さっき測っても 85.3 だったんで、この85キロの前後でちょっと維持してですね、それから筋肉がつき始めて、筋肉増えて、で、代謝がアップすると84キロ台に今月は落とすことができるんじゃないかなと思ってます。ということで、今月の末にね、84キロ前後に、安定するように調整していこうと思います。パワーラックもね、かなりね、興味が出てきて、かっこいいですね、やっぱりね。で、ファイティングロードのパワーラック3万円ぐらいのがあったと思うんですけども、今はなくって、これがね、4万4000円に値上がりしてるというね。それからやっぱり、なんですか、筋トレする人がね、ホームジム作る人が増えたんでしょうね。と、今しながれが結構目立ってきて、で、反面パーソナルジムとかがあるんですけども、オフィスとかに、ああいうのがあんまり人が来なくなっちゃって、なんか潰れてるらしいですね、ゴールドジムみたいに。で、中古のそういったプロ仕様のものが割と安く出てると。で、ここでね、私気づいたんですけども、パワーラックって5万円前後のものがあれば、10万円前後のものがあって、で、いわゆるね、本格的みたいなのは20万円から50万円の間で設定されてるみたいですね。それから物によっては100万超えるのもあったりとか。いや、すごいですね。私はね、何を選べばいいのか全く分かりません。ただ覚悟する、パワーラックの覚悟はできました。部屋にパワーラックを設置して、あの圧迫感と毎日付き合っていく覚悟はできました。部屋の中にパワーラックをね、据えるためにゴムマットも、追加発注して、しっかりとね、重荷重に耐えれるように床の方も今作っております。ですんでね、今度のズームライブ、本当によろしくお願いします。すごく楽しくなると思います。ガチンコマッチョクラブ200回突破記念、そして、ガチンコマッチョクラブクラブ専用 LINE 動画63話ですか、64話ですか、あの辺まで来ましたね。すごい、2ヶ月ですよ。すごいですね。では、よろしくお願いします。